あっちゃ。貴様たち、ここで何をしている？さては財宝目当ての盗掘者だな。人をいきなり泥棒扱いなんて失礼しちゃうわね。こいつらを捕らえろ。かかっ退却。あいつら変なこと言ってたな。俺たちのことを盗掘者だとか。ただの誤解でしょ。そうか、誤解か。なら仕方ないな。信じ込みやすいやつ。なんか言ったか。別に。造園を呼ばれると厄介だぞ。そうね、さっさと退散しましょう。これを持っていけ。通行証だ。セインガルドへ戻る際は絶対必要になるからな。じゃあ早速。ちょっと待ってよ。そんな慌てなくてもいいでしょ。世話になった礼をしたい。アトワイトもリムロスと積もる話があるだろうしさね。そっか、わかった。酒場へ行こう。宿屋と同じ建物にある。ねえスタン、あんたのディムロス私に譲ってくれない？ルーティー、何を言ってるの？私たちが飛行竜に乗ってたのも実はディムロスが目当てだったのよ。お前にはアトワイトがいるだろう。今さら我のマスターにはなれんぞ。お金になるわ。骨董品として売ればね。骨董？ごめん、悪いけどルーティーの頼みは聞けない。なんでよ。リムロスはただの剣じゃない。あげたり売ったりするのはちょっと。当然の判断だな。諦めなさいルーティじゃあそれはそれとして、あんた私たちの護衛役をやらない？ルーティーたちの護衛役？私たちこれからセインガルドのハーメンツの村ってとこへ行くの。ハーメンツからだったらダリルシェードも相当遠くないわね。ほら、私たち女だけだから。あんたみたいに腕の立つ男が一緒だと心強いなって。腕が立つ？見えすいた世辞に簡単に乗せられるんじゃない。マリーだってそう思ってるわね。そうでしょ。うまい。ん？何か言ったか？スタンが一緒だと心強いわよね。うん、そうだな。旅は大勢の方が楽しいぞ。会話が噛み合っていないではないか。確かに女性だけじゃ物騒かもな。わかった、護衛役を引き受けるよ。ハーメンツまででよければ。なんだかよくわからないが、改めてよろしくな、スタン。こちらこそ。逃がすもんですか。隙を見てリムロスを奪ってやる。ルーティー、考えてることが私たちに丸わかりなんだけど。先が思いやられるな。さて、今日はもう寝ましょう。明日の出発は早いわよ。アトワイトのマスターは随分と個性的だな。根は悪い子じゃないんだけど、リムロスの方も面白いマスターを選んだみたいね。性格が素直なのはいいが、どうもお人よしすぎるのは欠点だな。剣の腕もまだ未熟だ。ビシビシ鍛えなければならん。なんだか楽しそうね。アトワイト、ところで例のあれは今？私にもわからないの。大地どこにあるのやら。我やお前が目覚めていることが悪い兆候でなければいいのだがな。スタン、いつまで寝てるの？出発するわよ。スカ
起きるんだ、スタン。こら！さっさと起きろ！やあ、おはよう。おはよう、じゃないわよ。さっさと支度しなさい。ああ、うん。こいつ、大丈夫かしら。寝ぼけて変なことしないように、リムロスが見張ってなさいよ。我はスタンの世話係ではないのだがな。さて、ハーメンツへ向かいますか。セインガルド方面だから北の門よ。スタンさん、リライズはご存知？リライズ？初耳だな。リムロスが説明してなかったのね。いいわ、それなら私が。ソーディアンの持つ技能の一つにリライズがあるわ。レンズエネルギーを用いて武具や防具を変化させる技能のことよ。何に変化させるかによって消費するレンズの量が異なるの。レンズの売りすぎには注意してね。それとソーディアン自身は変化させることができないわ。ソーディアン以外の武具や防具をレンズを使って新しいものに変える、それがリライズってことか。基本的にはそうなるわね。実際にやってみましょうか。いろいろと試してみるといいわ。簡単だから。話は終わった。それじゃ行くわよ。なぜだ、なぜ俺たちの行く手を塞ぐ。だから何度も言ってるだろう、通行証がないものは倒産。ならば顔パスでどうだ。俺ほどにもなればそれで十分だろう。へえ、あの人たち有名人なのかな。そうとも、俺たちこそかの有名なレンズハンター集団。疾風のミリー、オーグライドジョン、そしてこの俺、音速の貴公子グリッド。3人揃って俺たち漆黒、漆黒の翼、イエイ。最近似たやつが多いみたいだが、あくまで元祖は俺たちだからな。知らん。バカな。うん、そんな芸人確かに知らないわね。誰が芸人だ。レンズハンター集団。私たちは通行証を持ってるわよ。ほら。うん、取っていいぞ。お役目ご苦労。これからも励んでくれたまえ。くれたまえ。うっす。お前たちいい加減にしろよ。これ以上騒ぎ立てるならこちらにも考えがあるぞ。いや、これはその、やだな、ほんの冗談ですよ、冗談。ほら、自分たち芸人ですからね。